ほう、よし、やっていこう。気力充実桜大戦第10話最終決戦ん？タイトル忘れた。まあ、あの動画のタイトルに出しておく。最終決戦です。第10話にして最終決戦。テートがボロボロじゃないか。あ、どうもアザラシです。はい、桜大戦の実況、まあ、多分この第10話で終わりなんだろうな。終わりじゃ、終わりじゃ、おじいさんが出ている。終わりじゃ、おじいさんが。で、持ち手のところは蛍光、あのお宅の振り回す棒みたいになってますけど、持ち手の鞘のところ、鞘っつうのかな、これなんつうの、刀剣女子とかにバカにされてしまう。ここなんつうんだろうな、持ち手のところ、えかな。随分ゆっくり喋るな。たっぷり時間をかけて喋るな。バンドリのモカちゃん並みに時間をかけて喋るじゃないか。はい、暗黒の光って何なんだろうな。暗黒の光って何なんだろうな。このなんか自分の絵を描くときの絵の描き方のイメージとして、なんか光のハイライトをね乗っけるからね、逆にね、黒いこう黒い逆ローライトというか、はい、じゃあな、ハイダークというかさ、ハイシャドウというかさ、色を塗るときにハイライトの逆ってできるんじゃないかなってことを考えたりするんですが、上の見てそれっぽいもんがわかるの、これが銀座だっていう感じが。とりあえずこれはあれでしょう、西郷隆盛の像でしょう。西郷隆盛の銅像ってこれあれらしいぞ。犬とはなったら花とかいう犬と一緒にいる、なんか着流しの姿に見えるのを見て、なんか奥さんがこうね、当時の明治政府のうんぬんかんぬんで、あの一応ね、逆賊みたいな、ね、防震西南戦争での西南戦争でいいかな、逆進みたいな感じだからさ、軍服を着せられないということで、デザインする際にこの着流しみたいな服にしたとかなんとかあって、でその奥さんがこうね、できた最後高森像を見て泣き崩れたとかいうエピソード、そんなことはない、あえて君はどう思うんだっていうのを泣き崩れたみたいなエピソードがあったけど、でも実は制作者な、有名な人だね、忘れた。あの猿の彫刻とかしてる人、高村幸雲、違う、なんたら幸雲みたいな、なんたら幸雲みたいな。ああ、もう芸術に関してのあれが深くないから。カンナに対してはなんか流すだけ。テートはどうなるんだろうな。少し考えよう、まだ時間がある、少し考えよう、いい考えはないか、みんなから聞いてみる。コーラになんか発明が。おお、ちょっと待って、まだ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 左3人の話を聞いてない。聞いてないよ。だがそれしかなさそうですね。だが青魔城は高魔の本拠地だ。どのくらいの数の敵がいるのか見当もつかん。しかも領主法は青魔城の中心部に位置しているはず。悪念で増幅されたコーマの力は今までの比ではないのだぞ。この作戦でいたところでお前たちにも一切保証はできない。もちろん承知の上です。いつだって命かけ、すごい時代だ。あの最後高森の話って最後まで喋りきったかな今。ふと有名な彫刻家が作った時にはそれは鷹狩りの
狩りのしてるシーンであって、軍服ではないものの勇ましい姿なんだという言い訳があるらしいっていう話を。だから西郷隆盛像っていうのはなんかあのね、勇ましいように見えないけれどもそういった時なんだっていうね、そういう話らしいです。まあそれこそあのね、伊達政宗とか馬に乗ったかっこいいシーンだもん、ね、でも逆にあのね、あのそういう格好だからこそ有名ってのもあるよね。軍服を着てないからこそね、軍服とか勇ましい格好をしてないからこそ、まあ、公園とかに置いといてもなんか和やかな雰囲気。おついに三笠が、三笠だったよな。このシーンは鮮明に覚えている。街がこうなって、こう割れて秘密兵器が出てくるっていう、このワクワク感、そして飛空艇みたいな感じのプロペラでヒュン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 飛んでいく。いや実際これどうやって飛んでんだこれ、こんな中は、中がさ薄い空気かなんかじゃないと、ヘリウムみたいなもので上がっていかんよな。え、ミカサじゃねえな、ショーゲーマルかこれ。え、ミカサってなんだ、そんなのが いた気がするんだけどな。大神さん、はい、どうしたんですかこんなところで。あまりに話がこうさっと飛んでいくから、どうしたさくらくん。大神さん、なんでもないって顔してないですよ。しゃあない、なんだか、なんでしょう、なんだか寂しそう。寂しいか、そうかもしれないな。何をしにって、敵を倒しにだろ。どんだけあやめさん引きずっとんじゃんこいつは。いいでしょ別に、終わらせることが。おかしいだろ、花組隊長ともあろう男が震えてるんだ。会いたくて会いたくて震える。それ西野カナって今何してんだろうね。震えるといえば西野カナだったけど、最近は何してんだ。トリセツ以降パッとせんな、想像を超えている。あんな化け物相手に正直どうやって戦えばいいのか、どうやって戦えばいいのかになっちゃった。手が抜けた、手が、体調はこんなことじゃ。そんなラッキースケベ的な、私の心臓こんなにドキドキしてる。こんなことされたらさ、手サワサワできんから、やっぱりこうそういう流れでは真面目になるだろうなきっとな。これでこう茶化せるセンスってすごい、そんなないよな。それはさすがの、さすがにどんなにナンパに触れたとしてもこのシーンでそうはならない。私だって怖いわ。一人じゃ顔を上げていられないほど怖い。私はまだみんなやお父さんみたいに強くない。なんかね、桜大戦のアニメかなんか見ると、桜が本当にポンコツすぎてびっくりするぞ。多分大神が来る前の話なんだろうけど、あまりにできないやつすぎてびっくりした。周りのイライラが募るレベルの、あれぜひ見るべき、1話だけでもいいから。もうありとあらゆるミスを繰り返していくみたいな感じで、あれはひどかった。そんなさくらくんが今こんなに立派に大神に対してこう、のろけとる。ガンバスターかな、戦ってかすみ。お姉様よろしくてよ、よく来てよかな。スーパーイナズマキックをしないと。やっぱね、ロボットアニメを語る上でやっぱガンバスタートップを狙いはね外せないんだけどね、最近のアニメ好きを自認する人たちってさ、ちょっとやっぱ
古典を抑えてないよな。古典を、ロボットアニメの古典を抑えてないよな。ガンダムはまあ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 、ガンダムはな、ガンダムは昔の地上波放送のやつで、ガンダムはもちろん古典としてのガンダムもまあまあまあ悪くないが、あれはやっぱりね、ガンダムっていうもののであって、今にはやっぱつながらない、なかなか。まさにあれは本当に古典、古文ぐらいな、古文ぐらいな感じで、今にロボットとしてつながると言ったらやっぱトップを狙いを押したいね。今でも全然見れる、もうあれは見てほしい。ロボットアニメを見るなら、ロボットアニメを語るなら見てほしい。一人いない、あ違うな、これはカンナが操縦できるんですかね、カンナが。あれ3人は、あの3人は。でも俺たちは絶対に帝都、世界を守る、そして必ずここに帰ってくるんだ。世が世だから、なんなら日本でこんないざこざが起こってたら、アメリカの方からなんかこう空母が派遣されてきて、東京は焼け野原になるんじゃないか。めちゃめちゃこうミサイルが飛んできて、世界がとか言い出したらね、日本国内で片付けてほしい、なんとかして。国連とか出てきてしまう、国際連合が、連盟が出てきてしまう。手法準備完了、よし、目標聖魔城縄文て、どこに縄文があるんだ。ててててれれ、うそー、あかん、びくともせえへん。一人猛虎弁のやつがいる。諦めるな、急いでもダメだ、何度でも打ち込むまでだ。これは隊長の指示でいいのか、艦長と。隊長ってのはガンダムのパイロットであって、艦長はまだブライトノアだろ。だから撃てとかっていう指示は米田長官が出せばいいんじゃないですかね。もう諦めようねえ、ウシトラ、ううというあれなんだろうな、これ。もう12分半分ぐらいいきましたな。そのお酒なんすかね。私はね少女たちを戦場に、少女たちを戦場に、この椅子に座っていただけ の、ダメ軍人だ、ダメ軍人だ。どうした、君たちを誰よりも愛し、そして君たちの命を尊いと思っていた。うん、どうした。しかしあやめくん、あやめくん、断じてこの世界を魔の手に委ねるわけにはいかん。どうしたおじいさん、そんなところで。おこんなんあったっけ。お帝劇だな。パソコンではないですか、あれは。お風組の、甲板上の市民の避難完了しました。最終安全装置解除、発進準備完了。よし、メインエンジン始動、帝都全域に緊急警報を発令、空中戦艦ミカサ発進だな。ミカサ1話か、桜田さん1から出てきてたな、ミカサ。帝劇が上に乗っている。いやいやいや、どんな規模だよ、帝劇があのサイズ。あの戦艦ヤマトとか火じゃない国家予算が投じられとるよな。でかい。空中戦艦ミカサが本当に完成していたなんて。完成してた。93地方装填。発射。おお、強い。もうミカサだけでいいんじゃないか。ミカサだけで。
て破壊力にある。見て、聖魔女の縄文が跡形もないわ。こういう乗り物、こういう兵器ってさ、現代に存在しないのかな。あったら多少ロマンがあるんだけど、ダメか、やっぱり。こういう地上、あの空中で止まってる空中要塞みたいな船がさ、戦争に使われたりはしないかな、現代においても。まあ戦闘機の的だよな、はっきり言ってな。てってって、縄文後に着陸させろ。あそこから内部へ突入する。頼んだぞお前たち。およそ2000。全方も開け。花組が領主法にたどり着くまで、コーマをこちらに引きつけろ。化け物どもめ、人間はなめるなよ。かっこいいじゃないか。さすがはミカサと言うべきかしら。あやめさんも知ってたんでしょ。米田がいよいよ奥の手を出しました。米田がとか言って、米田さんって言おうや。敵の中にも礼儀あり。悪あがき。ではこちらも。さあ存分に歓迎しておやりなさい。さっき死んでなかったか。死んでなかったか。そしてこの時間が経っていってるのか何なのか、ネウシュトラブが進んでるのは何なんだろう。ということで16分経ったな。まあ最終章の第1回目としてはまあちょうどいいぐらいかな。まあ、セーブはせずにこのまま続けていきます。では第10話のその2でお会いしましょう。ほなまた。